この、泉佐野市のイメージキャラクター犬菌がですね、今回ゆるキャラグランプリ2013に、参戦しております。前回もご当地キャラ選挙に参戦いただきまして、散々たる結果でした。でそれをですね、なんとか覆すために今回もう一度このゆるキャラグランプリ、一応ゆるキャラグランプリに参加していると言いながら、ゆるキャラではない超人キャラなんですけども、今回参戦させていただいておりますのでね、皆さんぜひとも、投票、皆さんパソコンとかですね、スマートフォンから、投票、毎日1日1回ですね、事前登録すれば投票できるようになっております。で、これから約11月の8日まで投票できます。今から皆さん毎日投票いただいたらですね、例えばパソコンが2台あります、スマートフォンとパソコンがありますということでありましたら、お一人で犬鳴に投票していただくことができます。当然これが上位に入りましたらですね、泉佐野市の知名度も、犬鳴の知名度もかなり上がると思いますので、ぜひとも皆さんお一人一人のですね、市民の皆さんのご協力ご支援よろしくお願いいたします。広場の方でお騒がせしております。仕事帰りの皆さん、子供たち、お仕事帰りの皆さん、ただいま泉佐野市のイメージキャラクター犬鳴がですね、駅前の方に登場させていただいております。この犬鳴が今回ゆるキャラグランプリ2013に、参戦しております。ぜひとも皆さん、スマホとかですね、パソコンの方から、登録をいただいて、毎日投票できますので、犬鳴に来ております。ゆるなきんをぜひともよろしくお願いします。ゆるなきんに毎日1票ですね、投票してください。全国区にして行ってあげていただければなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。大変お騒がせしております。ぜひともこの犬鳴にですね、1票の方投票よろしくお願いします。毎日投票できますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。11月の8日まで、投票ができるゆるキャラグランプリ2013、ただいま犬鳴エントリーしておりますので、ぜひとも犬鳴の方への投票よろしくお願いします。